ブロック制度追加しそうな気がする。ああ、ドラフトで取った選手だけバン無効。あ、それはいいよね。うん。去年のシュートの買い殺し感すごい。てか、やばいよな。全然出番なくて、出番来たと思ったら、ユリアン、バンでっつって。つまんねえ。つまんねえ。そら人狼頑張るわ。バンシステムどう思いますか？なんかね、俺ね、むしろ団体戦じゃなくて、個人戦だったらもっと面白いのかもしれないなと思ったね、バンは。個人が何回も戦うとかっていうので、バンがあると、その予定が組みやすいじゃない。チームだとさ、いや、まあ、何が言いたいかっていうと、めちゃくちゃなんかその番用にで、キャラ対策練習して、バンされませんでしたっていうパターンがあるわけじゃん。まあ、俺前回食らってるわけだけど、それ。それってさ、メインキャラの連動が落ちてさ、落ちただけなんだよ、それ。それ、良くなくない？競技として見て良くないよね。だから、バン自体はいいけど、チーム戦じゃねえんじゃねえかなっていう気がしちゃってるね。ジョビン！マジか。ビリー。とりあえず。あ、バカ。あれ、どう？キーブリスペプトがやっぱでも、いろんな組み合わせで結構、いいのをするっぽい。意外にこのポイズン戦が強いわ。構えが結構ソニック対策になってたけど、うわ、早っ。たまらず V リバー。し、残り。あれ？あ、むずい。ひょっとして。ジョビン！ジョビンリスペクトはどこで機能しますか？いろんな場面だね。ち切っちゃうパターンあんの？4節まで変えるか。そう。いや、まあ、強いキャラ使ってるやつがバンされるっていうのは、まあ、それは別にいいと思うんだけども。まあ、でもそんなさ、単純な話じゃないもんよ。一生シュートがバンとかさ、シュート強い。
りあえずどうすかね。マジか。遅かったか。取るよね。よくある現象。なんか中足の時ってこれ増えたんかな。早かったか。戻り蹴ろうとしたらなんか当たっちゃったよ。最近ポイズン多くない？いや、そんなことないでしょ。この人もともとポイズンだし、韓国の人だね。にょーん。あ、そっか、この組み合わせはソバットも結構使っていいの？にょーん。死んじゃうか。去年の CPT アジア1位。あ、そうなんだ。この人優勝したんだ。プールに似てる人だっけ？この人。違ったっけ？それはまた別の人か。いや、メロレンじゃなくて。なんか普段一緒だよね、この人ね。うわ、水上。ダメ、死ぬ？死ぬよね。うん。97号ですからね。ポイズンダイルアイシャドウですか？ガイル有利だと思いますよ。